はい、こんにちは、ずいふさんです。今日は磯村隼人さんの運勢を見てみたいと思います。今日から俺はでね、まあ大ヒットしてますけども、影のね立役者、存在感を出している、それが磯村さんですよね。賞もいただきました。ということでね、どんな運勢してるのかなと、パッと出した瞬間、奉天の戦いでは何が勝敗を決めたのか、それは秋山義弘が一生懸命おねだりしたあれです。マキシマムですね。まあ機関銃です、ね、あれがあったからこそ勝った、ね、勝ったっていうか負けなかったというのがね、正しい表現だと思います。あの世界最強のコサック騎兵団、それを迎え撃ってね、普通では負けている、ね、日本はダバを乗っていて、ね、装備もね軽装だし、ね、全てのものに負ける劣る。しかし機関砲機関銃を持っていたことによってなんとかね、その危機を脱しているということなんですね。ですからね、法典ではマキシマム、203コーチロジオンね、203コーチでは28三地方、海軍では下瀬火薬、それらがなければ負けていたと言われています。ですからそのマキシマムを持っていなければいけないと、ね、なんでかっていうと、その磯村さんの場合ね、多分ご本人も悩んでると思うんですけども、スマートすぎるってことなんですね、普通では。で、まあ例えば石橋貴明さんのようなね、破天荒な感じ、ね、上から目線ね、そして一番嫌いな芸、タレントナンバーワンみたいなね、まあインパクトがあるんですよね、嫌われても。でまあタカさんの場合は干されちゃって仕事がないという状況でその YouTube 始めるっていうね感じですけど、それも良しなんです。ですからまあそういうはちゃめちゃさね、破天荒さ、インパクトね、そういったものをね役者っていうのは求められているね、時として、ムロツヨシ的なね、そういったもの、ですからね、それがないんですよ。だからそうなるとまあ、こじんまりこうまとまってしまうなっていう印象を受けるんです。しかし彼の場合はそのマキシマムって持ってるんですよね。実戦経験のないね、初めてね、軍隊任されてね隊長になりましたね、総司令官になりました、どうしようって、とりあえず機関銃持ってたわみたいなね、それさえあればねもう法典の戦いでは勝てるわけです。ですからね、その機関砲、実は悪役なんです。ですから今回もね悪役で賞をいただいております。でね、本人もねダース・ベイダーとか好きって言ってますよね。ダース・ベイダーだとかゾンビとかホラー、そういったものが好きっていうねことらしいんですけども、そこなんです、そこが強みなんですよね。ですからダークヒーロー、ね、ウルトラマンとか仮面ライダーか、仮面ライダーではまあ正義の味方だからダメなんです。その悪のライバルね、それを演じてね、評価されるというね、普通とはちょっと変わった運勢です。ですから竹内力さんとか、
柳信夫さんとかね、そっちの方をね、目指す、そういうことによってまあ良さが出てくるっていうことだと思うんですよね。ですからね、あの染谷翔太さんもこの運勢で、なぜ信長を染谷さんがやってるのかってことなんですよね。だから信長を悪くしたい物語なんですよね、麒麟が来るって。なぜなら明智光秀が主人公だからね。その ためには誰がいいっていうことになってね、あ、染谷くんいいんじゃないみたいなね、こりゃいいわみたいな、そうそう染谷くんにやらせようとね。そうすれば、あ、光秀しょうがないよねってね、なるわけです。ですからね、まあそういうようなことでね、悪役演じるね、そういったことがねマキシマムだと思います。天チムもマキシマム持ってますね、天チムは童貞狩りね、そういうマキシマム他の人言ったら大変なことになりますからね。今から童貞狩りに行ってまいりますみたいなこと言ったらね、もうブログ炎上、ね、でも彼女が言うとまあなんとなくそうだなってね、納得してしまうというね、不思議な運勢ですね。ですからね、まあ市原隼人さんとは逆の運勢ですから、もうね、もう市原隼人さんはもう正義の味方をね演じるね、かっこいい役をねやらせてやってくださいね。空母磯風ね、かっこよかったですね、あのパイロット役というふうにね、あれと逆です、ね、この方は逆ですのでね、市原隼人さんの逆を目指してくださいっていうね、感じになります。ですんでね、まあ、これから注目ですよね、こういう役者さんってね、うん、いろんな可能性が見えてると思いますんでね。もちろんその破綻してないので、あの社会的にはねもう安定性がありますのでね、あのそれはもうバッチリだと思います、ね、きっとお父さんがしっかりしたね、方で、もう役者ね、やりたいからもう学校辞めて行きたいと、ダメだと、ね、ちゃんと大学出てからにしなさいって言ってね、そしてまあ大学は中途退学してしまったんですけどね、まあそれをとどめたという、まあお父さんだと思うんですけどね、それはね、というようなことでね、うん、社会的にはもうお父さんの良さをね、学んでますので、破綻することはないということだと思います。そしてね、お母さんからの影響はありませんっていうね、うん、あの亀田三兄弟ね似てますよね。お母さんの影響はありません、なぜならお母さんいなかったからですっていうね、母性原理がないんで、どういう女性にもその対応できるってい う、だから女性とはこういうもんだよって言われれば、ああそうですかとね、従ってしまうっていうね、真っ白なキャンバスでございますので、ね、その辺はまあ癖がないって言いますけどね、その辺はね、ですからまあその辺はまあ結婚恋愛ね、熱愛、そういったものが出てきたらまたやりたいと思います。今日はねこの辺にしたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はさよなら。